はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もディアブロ4やっていきます。よろしくお願いします。今、レベル46まで上がりました、バーバリアン使用してます。で、なんかね、いまいち強くないなぁと思いながらやってたら、ここ、水没した廃墟、これをクリアすると、バーバリアンだいぶ強くなるらしいんだよね。ちょっと、クリアして、強くしてみましょう。ダンジョン自体は、まあそんなことはないでしょう。難しくないでしょ ?OK。まあいろんなビルド試したけども、今俺がしてる、なんだっけ大槌を使うやつ。あれが、一番ね、無難に強かったかな。なんで、今後もちょっとこれでいくとは思います。でもこれがね、攻撃範囲が、なんか、いまいちね、こう、広くないんだよね。結構、広範囲っていう風には書いてあるんだけども、まあ、そのね、広範囲化するのが、ここの、クリア報酬らしいです。はい。うん、広範囲化すれば、多分、敵をね、一気に倒していけるので、相当使えるようになると思うんだよな。OK。威力自体はね、結構あるの。威力自体は結構あって、まあ満足はしてるんですけども、やっぱり範囲だよね。攻撃範囲が、ちょっといまいち、低いっていうか狭い。そうなんとかしたいですね。終わり？嘘？なんかボスらしいボスもいなくて、終わりましたね。あ、そんな感じなの？いや、全然余裕でいけちゃいました。まあ、最後がね、このネームドが2体出てきて若干きつかったんだけども、まあ問題なくいけた感じです。 OK。 ではこれでゲットできたってことでしょ。ちょっと街に戻ります。で、装備につけなきゃいけないんだよね。どこだ？鍛冶屋か。人いっぱいいるな。鍛冶屋じゃない？あ、いや、違う。どこだ？どこだ？またぜひどうぞ。錬金術師ではないな。秘術師だな。秘術の方か。化身。これ。で、アイテムを選んで、アクセサリーがいいもんね。選ぶなら。で、あ、ここだ。あー、はいはい。俺何もつけてなかったのか、今まで。ネクロマンサー、バーバー、あー、さっきのやつ、これだ。ソレイの力の化身。大槌に衝撃を与えるね。これね。で、これで、ん？あ、これがない。近畿の紋章。え？レジェンダリーを分解すると入手か。あ、なるほど。ちょっとこれ探しましょう。それでは気を取り直して作っていきましょう。アミュレット。あ、いやー、待って、これレベル29だな。こっち39だからこっちでしようか。で、それの力の化身。いいんじゃない？あ、ちょっと待って、2個必要？嘘。装備によって、個数が違ってくる？あ、こっちならできるわ。ならもうこれでいきます。はい。できたの？大丈夫でしたね。効果はついてます。指輪じゃなくって、あれだったね。指輪じゃなくって、ネックレスの方に、アミュレットかの方についてたね。なので大丈夫です。ちょっと。あ、そういう広がり方か。ああ、なるほど。おお、それはいいぞ。どう広がるのかなーってちょっと気になってたけども。なるほど。自分の周りに、全体に広がるんだ。なるほど。これ、正面だけだったらちょっときついなーと思ってたんですけども。あ、全体に広がるなら、あ、OK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 、全然これ違うわ。
いやー、いい感じですね。本当に。やっぱりね、攻撃範囲が劇的に変わったんで、うん、これ強さが全然違う。戦いやすさが。なるほどね。まず最初は、あれを取りに行くべきだったんだ。うん。なるほど。これ、やり方がね、分かってないと、ちょっと、難しいね。でも、もう、慣れた。ちょっと多くない？多いぞ、多いぞ、今回。ここ多いって。ここは多い。ちょっと待って、めちゃくちゃ多いじゃん。敵が多すぎる。もう、めんどくせえ、こいつら。よし。オッケー。でも強いのは何人かだな。よし、これで終わりか。でもまだ先にあるな。よしよしよし、ちょっとポーションが欲しい。ナイス。んで、この先がボスだね。ボスだね。オッケー。どんなやつ？オッケー。まあ、とりあえずガシガシいけ。おうん、あ、うん、減らせる減らせる。ちょっとこの風魔法みたいなのが鬱陶しいな。これ避けるのが面倒さい。やば。うん、この風に注意していきなさいよっていうところ。おいおいおい、結構やっぱ強いな。 OK、減らせるには減らせるけどね。よし、ね、うわ、これスローまでついてくるの？やめてくれよ。よし、 OK、 いけ。もうこれでぶっぱしながら行くしかない。うわ、ちょっと待って、マジ効く。よし、いやでもちゃんと減らしていけてる。やばいやばい、ポーションない、ポーションがないぞ。ちょっとポーション出して。よし、あぶねえ、ポーションないと死ぬ。まあこいつ鬱陶しい。ここ、あぶねえ。いや、危ないってか食らってるわ。よし、ちょっと待って、奥義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 、いけ、ナイス。よし、いける。もうあと押せ押せ。いやー、無理か。よっしゃー、いけたー、いけましたね。はい、ということで、今日はですね、この大槌かな、それに衝撃波をつけるために、ダンジョン行ってみました。つきましたね、この大槌の衝撃を解放するっていうやつですね。やっぱりこの衝撃波がないとちょっとイマイチだったんで、よかったです。これがつくことによって結構ね、戦闘が変わったと思います。一気に倒せるようになって気持ちいいですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。